はい、たんです。えー、この動画では、えー、ゲスュタルトの祈り、待ち受けっていう話をしたいと思うんですけども、ゲスュタルトの祈りっていうのは、人と人が出会う意味、そしてその人同士がどのように触れ合っていくべきなのかっていう、こういったことを教えてくれるものですね。で、結構、えー、話題になってるんですけども、えっ、ー、とですね、まあ、これ待ち受けに、えー、してるっていう人が、 意外といて周りにもですね、えーとまあ、いろいろな効果があるというのは確かなんですけれどもあんまりこのスピリチュアルとか含めて待ち受けとかにはあんまり自分は興味はなくてというのも、えーとまあ、そんなに待ち受けを見ることもそんなに自分はなくて。 効果あるのかなっていう感じですよね。それよりは、あの、アファメーション。自分で、あの、声にして言葉にして、えー、リピートするっていうのは自分の日常に取り入れてるんですけども、これはなかなかうまくいってると思います。で、アファメーションの、えー、ポイントとしては、えー、もちろんポジティブな表現。あとは、あの、言い切りですよね。あと、官僚系で言うっていうような。そういったところですね。なので、 えー、例えば自分の身近な、えー、コンサルの、えー、方だとコンサル生の、えー、方だと,、えー、と月収2000万円を達成したとありがとうございますと、まあ、感謝も含めて一緒に言うというのが、えー、いいみたいですね。で彼も えー、月収100万円120万円をこの間達成したところで、まあ、順調に近づいていっているのかなというところですね、まあ、彼の目標の場合は月収2000万円というところなんですけども、まあ、あのアファーメーションも一つ習慣にしていくと強みなのかなと思います、ただもちろんあの日常の行動、もちろんその目標に向かった行動というのが何より大事なので、行動した上で えー、もう一つの柱として、えー、日常的にはファーメーションを、えー、そういったものを取り入れていくというのが1つポイントかなと思います、でえーとまあ、そのコンサルセの方が取り組んでいるものもそうなんですけども、もオウンドメニアを持つと、自分の、えー、ブログを持つと、これから、えー、と安定収入を得るということをお伝えしていますで。動画の下の下説明欄に、えーと メールマガジンの登録フォームがあるんですけど、無料でメールマガジンを登録いただいて、こちらで、えー、とブログ作成代行サービスというのを利用していただくことができます。最初にいきなり稼げる状態のブログ、アクセスのある状態のブログをあなたにお渡ししますというサービスをやってますので、えー、移住とか独立に本気のあなたはぜひ利用していただければなと思いますありがとうございます。